仙台の泉にありますリンクでも練習をずっと1月2日から続けてきました。普段と比べますとそれほど硬くなっている表情とは見えません。場内は拍手で迎えています。15歳11ヶ月でオリンピックの代表に決まりました。16歳荒川静香、ショートプログラム。さあしーちゃんの頑張りです。ルッツ3回転トーループ立ちました。あっとフリップは3回転ならず。ラインのジャンプシットスピン。サーキュラーステップを終えてあと残り4つ。ダブルアクセルは成功です。綺麗なサイドウェイズリーニングスピン。このスパイラルステップであと要素は2つになります。ジャングルファンタジー日本の荒川静香、終わってにっこりです。単独ジャンプフリップが3回転になりませんでした。しかしあとスピードは落ちませんでした。普段の練習のそうですねベストの 80% は発揮したと思います。小学校の時にすでに3回転のジャンプを飛んでいました。3年連続の全日本ジュニアのタイトルも取っています。初めのルッツ3回転、そしてその後トーループ、ここで3回転立ちました。トリプルトリプル、これを決めて彼女が売り物。2回転半もこれきちっと降りています。フリーレッグもよく伸びています。したがってあのコンビネーション、いやこのスピンもなかなかいい形を見せていましたし、ジャッジがあのトリプルトリプルというところでどの程度の技術的な評価を出すか。ルッツトーループのトリプルトリプルを決める、まあ、これが荒川静香のアピールする部分です。
それに加えて、あ、思い切ってやったのまで。この夏には単身留学を行いました。2ヶ月にわたるカナダへの留学、振り付け、表現力を掴んで帰ってきました。このあたり評価が分かれました。技術点 5.4 もあれば 4.7 もある。これはちょっとこのジャッジとしては離れすぎたような感じがあります。表現点もプレゼンテーションも少し分かれています。トリプルトリプルはできましたが、単独ジャンプが、ミスをした。このあたりが分かれました。